アーハンパークに来ました。今日は祝日なので人がいっぱいいます。でここではバイクとか自転車をレンタルすることができます。日曜料金があるんですけど、ゴーカートが1時間50分のサイドカート、人は横に乗ってこぐ1時間50分になってます。アーハンパーク広いので次も行ってみましょう。普段ここでは毎朝ズンバをやっていて、ズンバっていうダンスをやっています。スタホを買いました。そこでおじさんが売ってたんですけど、タピオカとお豆腐とカラメルソースのタホで30ペソなのでめっちゃ安く買います。バーハンパークには湖があってボートに乗ることができます。休日はこんな感じで賑わってます。コーヒーゼリーの裏にあるのがパニーニなんですけど、出てくるのに40分かかったので美味しいと思います。あとこのコーヒーゼリーはすごい高さがあって見た目がおしゃれです。あとちょっと思ったのが40分くらいになったんですけど、私日本人なんで、顔が強く30分くらい待って、ご飯まだですかって聞きました。で、そこで行ったら10分くらい待って、また聞いて、ご飯まだですか、あと5分で出てきますよって言われて、待って、やっと出てきて、違って、もし、レストランとかに行って、10分とか15分とか出てこなかったら、お兄さんに、いつ出てきますか、ちょっと気が付いた方がいいかなと思いました。以上です。